ですね。素晴らしさを感じているんですけれども、なんとですね、また高槻といえば、カギタンが来てくれました。カギタン、ちょっとカギタン、このステージの前まで呼ぼうかな。ちょっと前に来てもらいましょうかね。はい、ハニタン、みんなで呼んでください、ハニタン。せーの、ハニタン。どうぞ。来てくれましたよ。かわいい。なんかハニタンのダンスがあるっていう噂を聞いて、そうです、ハニタンダンスっていうのがあるんですけどね。はい、あのここで踊ってもらったこともあるんですけど、ハニタンでやってもらったこともある過去にね。はい、見てみたいな、ちょっと、ね、ちょっと覚えたいと思います。そうですね、あの簡単な動きみたいなので、ぜひ皆さんね、知らない方は YouTube にもしかしたらあるかもしれない。じゃあ、ハニタンが来てくれたので、ちょっと前に行かせてみましょう。はい、さあ、ハニタンが来てくれましたよ、皆さん。イエーイ、シャンパンチャンスですよ、皆さん。ハニタンの写真撮りたい方、今撮ってもらって大丈夫です。ハニタン、お二方、本当に応援ありがとうございます。ね、忙しい中をたくさん駆けつけてくれました、ハニタン、ありがとう。楽しんでくれたかな。お、楽しんでくれたね。よかった。いやー、ハニタンも楽しめるこのイベントいいですね。本当にあの年齢層も、はい、出演者の年齢層も幅広いんですけれども、ね、はい、聞いてくださるお客様の年齢層もね、お子様からやっぱり本当に年配の方まで楽しめるっていうのが、はい、この音楽の素晴らしさの一つなんじゃないかなと。そうですね、私は本当にこの、はい、今回の2日間で改めて感じました。そうですね、音楽の素晴らしさって本当にあるなと僕も改めて感じることができた皆さんです。はい、あ、ハニタンと記念撮影撮ってくださいね、皆さん。ぜひぜひ、この機会ですよ。はい、ちょっと密かに私たちも入ってきてね。あ、はいです。あ、じゃあ、高橋さんも一緒に。はい、はい、高橋さん、あ、はい、はい、千葉県から聞きに来てくれたんですよ。本当に遠いところからありがとうございます。もうね、高槻の皆様、お客様はもちろんなんですけども、はい、今日全国からね、今回本当に全国からですよ。ありがとうございます。本当に嬉しいですよね、こうやってね、もう音楽を通してこうやって皆さんと触れ合えるこの時間が本当に幸せだなと思います。そうですね、そしていろんな音楽が聴けるっていうのがいいですよね。種類とかこう使い方とか皆さんそれぞれ違うので、そういうところもね、楽しんでいただけたんじゃないかなと思います。たくさんのアーティストが参加するので、はい、皆様きっと初めましてのアーティストの方もいたと思うんですけど、ね、はい、きっとね、あ、この人好きっていうのが方がいたんじゃないかなと思いますので、れれね、ぜひそんな方は分配コーナーに、はい、後ろのテントのところにありますのでね、はいはい、じゃあハニタンは一度ちょっと後ろに、はい、はい、行くそうですので、じゃあハニタンに音楽をお願いします。ハニタン、ありがとう。私はこんな可愛いマスコットもいて、温かいお客様と、ね、街の方たちがいて、本当に私大好きな街ですね。いいですね、はい、高槻市民でよかったって思いました。私、高槻市民じゃないですけれども、はい、これからももう何度も来たいと思います。引っ越しますか？え？引っ越しますか？引っ越し？はい。高槻に？はい。じゃあ考えてみます。あ、はい。いや、でも本当に私大好きなんで、これからもどこに住んでようが来ようと思います。ね、はい。それ嬉しいですね。ものすごく嬉しいことがありますよ。大好きです。はい。じゃあ皆さん、ついにフィナーレですよ。はい。ぜひ、あの、前のお席にお掛けいただいて。はい。ぜひもう最後はみんなで、この音楽を、このパワーを感じて楽しみましょう。いただきたいと思います。前のお席空いてます。はい、ぜひぜひ。どうぞどうぞ、本当に、みんなで近くで楽しんでください。ぜひお願いします。さあ、こちらの会場、エンディングですよ。さあ、ぜひぜひ、はい、はい、どうぞ。どうぞどうぞ。はい、ぜひ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 。どうぞどうぞ。近くでね、楽しみましょうね。はい、そして私、あの今日、たくさん撮影をさせていただきました、はい、最後のこのフィナーレの盛り上がる瞬間も撮影をさせていただきます、はい、まあ、ちょっと今から来た方もいらっしゃるかもしれないので、そうですね、動かしましょう、動かしましょう、はい、私今日この後ですね、ビデオカメラを持ってこの後のステージはもちろん皆さんのお顔も撮影してまいりたいと思います、はい、これはこの高槻カーニバル歌巻やオレフェスが本当にこんなに盛り上がる素晴らしいイベントだということを全国の人に知ってほしいという
映像なんです、はい、はい、ですのでちょっと皆さんの顔をどん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 撮っていきますので、ぜひ逃げずに笑顔でお願いしますね。ひっこりしておいていただければ、はい、もう楽しいと思うんですけど、さらに楽しい顔で映ってください。よろしくお願いします。あとでダイジェスト映像でね、はい、入れますので、皆さんインターネットでちょっと公開しようと思いますので、はい、こちらも皆さん楽しみにしてください。はい、はい、さあ、カニカーニバル、ずっと8年間続いてきたこの歌巻というイベントと、はい、そして全国でね開催してきた音楽イベントのオレフェスというイベント、はい、コラボレーションしたこの高槻カーニバル、今日が2日目でございます。そうなんです。はい、ここを降下した広場と、そしてもう一つティーブルという駅前のね、はい、はい、ライブハウス、ライブバーで、もう今も同時進行で進んでるんですけれども、ここを降下した広場は次の後でついにフィナーレでございます。寂しい、めっちゃなんか寂しくなってきた、一気にね。いやー寂しいですね。まだあるって言ってくれた、まだあるって、そうですね、はい、はい、でもちょっと寂しいんですよ。寂しい気持ちは楽しかったからこそ、いや本当にそうだと思います。だから最後はみんなで盛り上がりたいと思います、はい、いいですか皆さん、準備はいいですか。本当にもう皆さん前の方、前の方に来てくださいね。はい、お席多分空いてると思う、盛り上がってくださいね。ぜひぜひみんなでですよ、ゆっくり楽しんでくださいね。最後盛りだくさんが一日、まあ、昨日もね、僕ここでちょっと後半ご紹介させていただいたりしてたんですけど、こんなにいろんな、まあ、ジャンルだったり、年代だったりの人が集まったり、音楽が聴けるっていうのはなかなかないんじゃないかなと思って、自分自身も楽しんでいこうと思ったんですけど、なんかすごいいろんな気持ちをいただいたり、楽しみになっていう気持ちを自分が感じることができたり、本当にいい時間だったなと思います。はい、ありがとうございます。宝物がこの街に
千葉県八千代市から来てくれました。ありがとうございます。お客さんで来てくれました。 でもせっかくあのパーカッションやってらっしゃるので、もう見るだけじゃなくてもう参加してくださいということでね、はい、ありがとうございます。本曲だけねよろしくお願いします。はい、では今の曲は、8月に行われる高槻祭りのイメージソング、未来への架け橋という曲を聴いていただきました。もうすぐね暑い夏やってきますね。今年も多分フィナーレで、皆さんと一緒にこの曲を歌えると思いますので、ぜひぜひ高槻祭りも遊びに来てください。ではでは、はい、ありがとうございます、はい、そんな笑うとこ違う、全然関係ない全然関係ない話で笑ってあるんですよ、本当高槻カーニバル、2日目、歌巻の部はもう これで終わりなんですけども、この後ね JR の近くのバーティートゥルーさんでも夜までずっと続きます。多分私も一番最後ぐらいは何か歌うと思いますのでね、入場無料ですのでぜひぜひ来ていただきたいなと思います。今回本当にたくさんの遠方のね素晴らしいミュージシャンがもうぶっちゃけノーギャラでね、これはもうあれですよ、普段ノーギャラではやってない、普段はすっごいギャラ高いしね、さっきの網野さんとかすっごいギャラ高いと思うんですよ、真由美さんとか大御所なんでね、でももう気持ち一つで駆けつけてくれました、本当になんかこう皆さんのライブを見てね、あ、私なんか音楽やってなかったらあんな人もこんな人もこんな人もこんな人もね、皆さんとも出会えんかったんやろうな、とかなんてええ人生を送らせてもらってるんやろうと日々感謝であります、まあ、結構迷惑喋るんや誰もう喋る用のマイクちゃうから、はい、おいこの人に喋らしたらもう何言われるか分からないので曲にしたいと思います、ではそんな感謝の気持ちを超えてね、ワンダフルライフ素晴らしい人生という曲をやりたいと思います。よろしくお願いします。何、あ、まゆみさん入ってくれる、じゃあ、あのぶっつけなんですけどもだけだ、まゆみさん、まゆみさんも同じく千葉から、来てくれました。しかもこの曲知りません、ぶっつけなんでどうなるかな、こんな感じレゲエな感じでバッチリですか、始まってるんですか、じゃあやりますするな。今日
さすが、知らない曲をここまで完璧に、さすがです。なんとなくそのまま いてもらいましょうか。では、のりさんはここまで。はい、ありがとうございました。のりさんでした。ではでは、ここからはいつもの歌巻きメンバー、ゆっぺに、パーカッションを叩いてもらおうと思います。カモーン、はい、今日ね、久しぶりに、高槻の王子、小浜達郎のファミリーで出てくれましたけどもね、高槻の王子争いをしてるらしいですよ、ゆっぺは。絶対圧倒的に小浜君の方が多いと思うんだけど。皆さん、ちょっとゆっぺに一票入れたってください。では、もういつも来てくださってる方は聞きは来てるかもしれませんけども、オリジナルで声の限りという曲を、月夜コーナー最後に歌わせていただこうと思います。打ち合わせを今しております。本当にね、私はこうやって歌をなんだかんだ言って22年ほどもっとやってますけども、月夜としては22年ほどやらせてもらってますけれども、皆さんもねきっとね周りにもそんなんいつまでやってんのとか言われながらもきっとやり続けてることがあると思うんですね、それをもう周りに何と言われようと、もうやりたかったらやりましょうね。もういつ死ぬかわからへんのみんなね、ね、年とかじゃない、若くても死ぬときは死ぬしね、もうやりたいときにやりたいことだって悔いのない人生を送りたいなと、周りの迷惑はまあ置いといてね。打ち合わせ終わりましたか。はい、ではそんな気持ちで、声の限り歌いたいという気持ちを込めて声の限りという歌を歌います。途切れ途切れのダイアリーを読み返す夜は静か下へと歩いてゆく、開いたページから過去の私が問いかける、今のあなたは精一杯生きてますか、答えはもちろんイエスと胸を張って言えるように、いつでも今が最高に幸せだと言えるように、喜びも悲しみも
飲まんの、ね、もうこれはもう終わった、片付け終わったティーツルで飲むしかないな最後までありがとうございました。まだね、高槻カーニバルはビートルが残っておりますので、そちらの方も皆さんぜひぜひ行ってください。では最後はもう本当におなじみになってまいりましたフィナーレテーマソング歌の力をみんなで、歌って終わりたいと思います。今残っている方だけで結構ですので、今日の出演者の方皆さんどうぞステージの方へ、上がっていただけたら嬉しいです。そして、うん、ハッピーある？ハッピーおるかな？業務連絡ハッピー。どこ行った？ああ、あの、うん、じゃあパーカッション変わります。ハッピーユーキー。はい、そしてオンベース。さっきね、マキさんの時もね、かっこいいベースを弾いてくれてますけど、井戸優秀 from 神奈川。そして、平野壮ギター、ありがとうございます。そしてハニタン、ハニタン一緒に踊ってくれたら嬉しいな。で今日の出演者でここにあと残ってるか、まあ、歌巻きメンバーのね、みゆちゃんもいるかな、みゆちゃんいるかな、みゆちゃん曲がってね。あとはあのきょんちゃんもしよかったらなんかとしのちゃんもいるかな、しのちゃんもまきさんもじゃあの上がってください。はい、今日はほんまね、遠方からペッキーさんが来たりしても私本当に嬉しいです。またまたぜひぜひ来てくださいね。はいはいこの街はい、もうなんかあの非常にステージなので皆さんありがとうございます。照らし、はいはい、なんかボンボン言ってみても大丈夫ですか？はい、今日司会頑張ってくれましたと思って、はい、ありがとうございます。はじめ、たくさんの方に支えていただいております、ありがとうございます。じゃあ最後皆さんよかったら歌の力というテーマソングを歌いますので、一緒に歌ってください。いいですか？大丈夫ですか？いきますよ。はい、わっ、うん